こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日は糸始末をしながら編む方法をお見せしたいと思います。靴下を編み終わった後にこんな風にいろんな色の靴下の場合、糸始末をたくさんしたりするのが億劫になってしまう方などにおすすめです。この白い糸で編んできて、ここから水色を入れていきたいと思います。で、まず白ではこう編んできているので、この糸はこちらの方に始末します。で、水色の糸はこちらの方に引っ張るように始末したいと思います。で、7センチくらいなのでこれくらいで切ってしまって、次の糸を入れていきたいと思います。新しい糸も7センチくらい残して、これは同じ色で次足すときも同じようにします。糸始末したい方は人差し指と中指の間で挟んでこう押さえています。そして新しい糸は下の人差し指よりも下に挟んで編んでいきます。アメリカ式で編みます。こうして次はこの針を このさっきセットした中指と人差し指の間にセットしたものの下を通して2本と一緒に編む感じです。で、次はそこを外して普通に編みます。そんな風にしていきます。で、8目以上編みます。今のうち3目編んだので、緩くなったらここまた人差し指の下に挟んでおいて、下を通る、普通に編む、下を通る、普通に編む、2、4、6、7、8、8目以上で1センチ以上残して置いておくと後で引っ張れます。こんな感じで波縫いのようになっていて、少し伸びが悪い感じですが丈夫なになっています。で、この糸端は残しておいて、もしここが緩かったらキュッと引っ張ってから切ります。で、水色をここまで着て、この水色の糸処理をするところまでいきたいと思います。この糸始末をしながら編めたら、結構後からの面倒だなという、靴下編み自体いろんな面倒なことを乗り越えてやっているような気もするんですが、私にとってはそれがちょっとストレスだったので、糸始末がストレスだなと、せっかく完成した後に糸始末するのが面倒だなと思っておられる方にはいいかなと思います。で、いつもここ忘れてしまうので数えながらいきたいと思います。30目あるのですが、残り10目くらいでこの糸始末をしたいので、そうですね、20目編んでいきます。フランス式で糸始末そのまんまできたらいいかなと思うんですが、まだちょっとできずにいます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20で刺して、この糸を上からできて針に絡めてここを押さえます。もう一回やります。刺して
糸端を上からこう持ってきて、ここの裏でこう押さえておきます。そして表編みですが、この糸始末したいものじゃない方だけを持ってきます。2本にならないように。でここでもう止まってるので手は離してもいい感じです。次は普通に編みますが、次の時はここの裏のを拾って編む。普通に編む。ここの裏のを拾って2本一気にして編む。普通に編む。下の裏のを拾って編む。普通に編む。っていうようにして編んでいって、こちらも1センチくらい余っているので、ちょっとこっちの方に針を移動してみると、コードの方にするとなんか引っ張りやすいので、こう引っ張ってここの緩みを解消します。さっきのこっちの糸も引っ張るとここの緩みが解消できると思います。こんな感じで、そうするとここにも穴が開きません。でこのあと履き口で2目ゴム編みをしていきたいと思います。その前に表編みを1回するととても綺麗に2目ゴム編みがいきます。ということで糸始末は最後にここを切るシーンをお見せしたいと思います。簡単ですが、糸始末をしながら編む方法でした。最後までご覧くださりありがとうございました。